いけーむくんでーマットファイヤー、どうもマットです。メグさんさ、はい、最近すごい破天荒でしょ。破天荒だね。いきなりねピアス開けたいって言ったわけよ。でもピアス開けるって言っても、うん、大体このピアスサーで開けるでしょ。でメグさん破天荒だからさ、こんなの使ってダメなんだよ今日メグさんに使うのはピアスサーではなくこちらクワガタを使って、はい、メグさんの耳にピアス穴を開けまくるぜじゃあ今からメグさんにドッキリ仕掛けるぜ、はい、イエイ40にして初ピアスやってまいりました。よっしゃー。やっぱね、うん、俺もピアス開けないといけないと思うんで、ね、まあそうっすね。というわけでもくん、はい、ピアス任せてください。初めてですもんね。初めて。いやでも怖いな。いや怖くないっすよ全然。だって意外ガシャン来られたらもうちょっとどうしよう。まあそうっすね。あ、じゃあ、見えちゃうから、これやる瞬間見えちゃうから怖いだけであって。はい。じゃあ、メグさん、じゃあ、目隠しします。で、俺のタイミングで行くんで、そっちの方が多分怖くないと思います。でも、絶対するか。そっちの方が絶対いいと思います。あ、オッケーっす。全然見えない。あー。やばいっすね。普通ピアスの穴開けんのに。いや、でもみんな、目閉じるんすよ、絶対必ず。あ、まあ、あった。なんでここ今触ったの？もう一回早くしようよ。何何どうしたの？大丈夫、大丈夫です。早く早く早く。これ動いたらマジで失敗するんで、はい、動かないでください、はい、ちょっと待ってね。いけーでかい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 。何これ痛い、未だに痛い。えらい、入ってき、耳の中入ってき、耳の中痛い。これがおしゃれなの。そうですね。今一番あれなの。あピアス断念します。